サークル紹介のコーナー。我々電子技術研究部は電子工作メインのサークルである。ここにはサークルに入ってから電子工作を始めた奴らもいる。そのため初心者でも興味があればなんとかなるのだ。我々は趣味全開な雰囲気のサークルなので、いろいろな専門分野の先輩がいる。そしてその他先輩たちに技術相談ができるので、自分の興味や関心のある分野について技術を深めることができる。現在はコロナ禍のため部室に入ることはできぬが、部室にはいろいろな設備や部品のストックがある。設備についてはハンダごて、電圧などを測ることができるテスター、信号の波形を確認できるオシロスコープ、部品については LED、 抵抗、プログラムで制御できるマイコンまで、いろいろなものを自由に使える。電子技研はまるで小さな秋葉原のようである。ここからは素晴らしいオタクたちの作成した作品を紹介のコーナーだ。那覇さん作ザクヘッド。那覇さんが1年生の時に作った作品、ピックマイコンで制御していて目が光って動くよ。レイヤ3作、リレーデコーダ式ミキシー管時計。リレー80個で構成したデコーダ回路で、ミキシー管の表示を制御している。ここでミキシー管って何ぞやっと思っている人のために説明。ミキシー管とは、少しのアルゴンか、水銀を加えたネオンガスを入れたガラス管の中の数字とか、文字の形の電極が光る放電管の一つで、1920年ぐらいから1990年ぐらいまで使われていたものだ。かっこウィキ調べ。那覇さん作、プログライズキー。出席取る時の壁面カードリーダーで変身したいなという思いから作成されて、ピックマイコンで制御されている。駅の改札でも変身できる。ユッケさん作、 CO2 センサ。部屋の空気が悪いと感じたことはありますよね。そこでこちらの CO2 センサを使うと、部屋の二酸化炭素濃度がわかります。アドミマル3作、ペットボトルシェイカー。ほう、炭酸抜きコーラ製造機ですか。大したものですね。炭酸を抜いたコーラはエネルギーの効率が極めて高いらしく、レース直前に愛飲するマラソンランナーもいるくらいです。それに振った回数を数えるカウンターとつまみで振る速さの調整もできる。これも炭酸抜きコーラ製造機に必要な機能です。しかも 500ml のペットボトルのサイズに合わされている。それにしても勉強とかで忙しいのに、これだけの作品を作ることができるということは、超人的な行動力という他はない。那覇さん作、スペクトラムアナライザ。スペクトラムアナライザ用の IC をピックマイコンで制御して、周波数のレベルに合わせて LED を光らせたもので、音楽に合わせて波形が揺れ動くのがすごく綺麗。那覇さん作、 LED キューブ。 8×8×8 合計512個の LED をピックマイコンで制御していて、めっちゃ綺麗。インテリアに欲しいな。現在 16×16×16 の合計4096個を制作しているとか。スタプリワイエイゾさん作、映画スター・トゥインクル・プリキュア星の歌に思いを込めての劇中にて登場したオルゴールを模した電子オルゴール。現物は載せられないから調べてみてね。収録曲は8曲。映画、スター・トゥインクル・プリキュア、星の歌に思いを込めては、現在 Amazon プライムで見られるよ。今期のトロピカルージュ、プリキュアも明るくて見やすいから、みんな見てね。スタプリワイエイゾさん、作、キラキラプリキュアアラモードのエンブレム。2017年に放送していた、キラキラプリキュアアラモードのエンブレムを、CNC 加工により MDF 版に彫刻したもの。我らが電子技術研究部の部室には卓上 CNC のキットミルがあり、これを用いて彫刻や部品、ジグの切削を行うことができるのだ。以上、